はい、どうもこんにちは、こんばんは、リリーです。前回は赤竹ジムジムリーダーキョウさんを倒しまして、ですね、シルフカンパニーを攻略するということで、山吹シティから始めてもよかったんですけども、この赤竹シティでまだやることがいくつかっていうか2つ残ってるんで、やっていきたいと思います。それをやってからあれに向かいます。まず一つ目、これでですね、ゴーパークには珍しいポケモンいっぱいって聞いてきたのに、アプリとか連動とかよくわかんなくて怖くなって逃げてきてしまったな。にゃー、どっかの儲け話転がってないかしらね。ん、足元にゴツンと硬い感触、もしお宝かも、掘り出してみようぜ。わっせ、わっせと。わお、金ピカよ。すごいお宝見つけちゃった。なにこれ、入れ歯じゃないの。入れ歯？いくら金でもいらないな。あ、チャリンコ、ここじゃないしてんの。どうでもいいけど、あんたこれ持ってってよ。リリーは金の入れ歯を押し付けられたと。バッグにしまうなよ、リリーを。そいつはやるぜ、俺たち忙しいんだ。手洗いたいし、さっさとすらかるわよ。でね、園長はどこでしょうね。この人かな。違うわ、違ったわ。ここら辺じゃなかったっけ、園長の家。違う。ジムの隣だっけ。違うな。どこだっけ、園長の家。ゴーパークの園長の家は。これか？あ、ここだ。はい。リリーは園長に金の入れ歯を渡した。園長はもらった入れ歯を急いで口にはめた。地面に落ちてたやつだぞ、それ。うわ、砂でジャリジャリや。いや、すんまへん。ほんま助かったわ。誰に何言うても全然通じへんし、恥ずかしいって事務所も顔出せへんかったんや。さよ、坊主。お礼にこれあげたるわ。リリーは園長からサファリセットをもらった。リリーはサファリセットを置き換えトランクにしまった。さらにおまけや、ええこと教えたろ。秘術押し出しや。お、なんや。なんや、ポンズとかのポケモンが秘術覚えよるんか。ま、どうでもええわ。こっち来て、見てみ。ええか、こういう大きいブロックが、どっか、洞窟なんかで見つけるときある。これいっぱい力。これ力いっぱい押せば動かせるんやで。やり方はしっかりと歯首縛って一気にこうや。あいは秘術押し出しを覚えた。おお、一度で押し出しを覚えよった。坊主の EV 頭ええな。葵です、よろしくお願いします。ということでね、これやってみましょうか、試しにね。はい、あんな、リリーはディーラーから金の玉をもらった。金の玉をしまった。金の入れはまとまったのかと思った。で、もう一つが、確か、ゴーパークの近くだったっけな。あ、これも取らないといけねえか。まだ取れないのかな、これは。取れるね。シルバーコロン、いいですね。ありがたい、ありがたい。もう一つね、なんだっけ、波乗りを覚えます。覚えさせます、 EV に。ゴーパークのらへんに確かいたはず。というのもね、怪力と波乗りをどこで覚えるのかなと思って、
ちょっと調べちゃったんですよね。申し訳ない。このラブロス年寄りだけど綺麗だろ。昔は一緒に波に乗ってどこまでも旅してたものさ。すーい。ラプラスはもうあんまり泳げないから、あとは俺もここでずっとそばにいてやるんだ。聞いてくれてありがとな。お礼に水の量を進める。秘術水走りを教えてやるよ。 EV は、あんたの EV 一緒に呼ばれたいって。水ポケモンじゃないのにできるかな。かわいい。ラプラスと同じいい目をしてるな。よしよし、わかった。じゃあ教えるぞ。いいか、水の上でバラソンを取るんだ。重心を落として上半身で安定させろ。おいお秘術水走りを覚えた。よし、優秀だ。スノーボートもやるよ。一緒にどこまでも波に乗っていくといい。はい、これでね、氷タイプのポケモン捕まえられるようになりました。水タイプのポケモンか。ポケモンもか。まあ、水タイプのポケモンは、多分捕まえませんけどっていうか、空渡りで行きましょうか。どこだっけ。山吹シティに。葵はリリーのガバンが気になるみたい。カバンちゃんで、空渡り。ね。あ、玉虫から石竹に向かうまでの道は裏でクリアしておきます。そこをいちいち動画にする必要もないしね。あとこれ抜き忘れたんで抜きます。手持ちから外すと、はい、 OK。 まあいっか。あれクリアするまで、シルフカンパニークリアするまで入れておいてようかなと思ったけど、はい、じゃあやりましょうか。武蔵ちょっと通しなさいよ。ダメだ、作戦メンバー以外誰も通すなと言われてるのだ。固いこと言うなって。もうちびったいわね。いいから抱きなさい。おい待てよ武蔵。武蔵小次郎がいるってことは戦闘あるかな。だったらやっぱ終わるまで入れとくか。ということで、前回で終わりと言いましたが、あれはなかったということで一つお願いします。まあね、彼岸花が戦闘でいいでしょう。はい、君、今この会社はちょっと大変なの。危ないから子供は入っちゃダメよ。そう言わずに見学させてくれませんか。あら、グリーン君。リリー探したんだぞ。なんでこのリルに。やっぱりロケット団の奴らあちこちで悪さしてるんだ。グリリンの言う通りだな。もうこれ以上ロケット団のすることを放っておけねえ。俺たちにできることをするんだ。ってことで、リリーは予定通りシルフカンパニーにいるロケット団を追い払う。一人は危ねえからグリリンも一緒な。はい。俺は関東自由を回る。ロケット団の奴らを片っ端から潰して何とかボスの居場所を探ってみる。それからポケモンリーグにも行って事件を知らせる。すげえ、もしかして死ぬのが味方になってくれるかも。それじゃ二つに分かれて作戦開始だと言いたいところだけど、その前にグリリン、二人がどれくらい強いか俺は知らない。安心して任せていいのか、着陸を見せてもらうぜ。どっちでもいいから、どっちからでもいいぜ、かかってこいよ。よし、リリーからだな。はい、行くぜ。ポケモントレーナーのグリーンが勝負を仕掛けてきた。確かですね、ナッシーと、あ、
変えますか、変えますか。独独は食らわないので、どうしようかな。ナッシーのレベル38レベルっていうことは、今のところ適正レベルの上ではあるんだな、俺のポケモンは。エアースラッシュ。うん、いいね。エアスラッシュが当たらねえ。まあね、傷薬で回復させるだけでいいでしょう。シルフカンパニー確か回復する場所変わってなければあるはずなんで。リザードンポケモン入れ替える。土星も行け。ねえ、結構効いた。まあ大丈夫です、大丈夫です。夏目のジムはどのくらいなんだろう。今日より上かな、今日より下かな。多分同じくらいだと思うけど。さすが俺と同じマサラタウンのトレーナー。うわ、1万うまい、すげえうまい。おうおう、ロケット団に挑むだけのことあるじゃん。ことは任せたぜ。よし、次はグリリンだ。どんどん行くぜ。ということで、まあね、実質一人で攻略することになるんですけどね。まあね、まあ例によってダイジェストになるんで、ここでカットします。アポロ、お前はアポロ様誰ですか。その子リリー、誰なんだその人。愚かにも我々の邪魔をする優秀なお子様ですよ。だったら俺たちにとってはあっちが邪魔者ってこと。あんたアポロ様が邪魔者ですってつねって流されたいの。落ち着きなさい。こういう輩からにはこうやって思い知らせるのです。
この間買ったのはまぐれではなかったとよくわかりました。お前たちにはもっと気をつけることにしましょう。どいてよ。ああ、こんな追加イベントあったんだ。そこまでですよ。またか、しつこいやつめ。うわ、また来た。何度でも来ますよ。僕のところに任せては叶いませんからね。え、ボスのところだって、もしかして。リリー行け、ボスを倒すチャンスだ。おっさん、俺が相手だ。くっ、これではボスに連絡が。ここ行けばいいのかな。ぽいですね。あ、ライバル戦ないんだ。ちょっと待った。あ、ボスは大事な話中だ。邪魔させないからね。にゃーっと。シチリアに変え忘れた。やば。まあ、いっか。ボスは、この戦いで本気を出して地面タイプのポケモン使ってくるんで、ヒガンバナとギャラドスの2トップで行くと思うんで。まあ、ヒガンバナにしますか。
今作のライバルほんといいやつだな。やっぱりいつも通りなのね。もう子供なんて嫌いだぜ。それではいつもの参りましょうか。嫌な感じと。葵は呆れた顔している。よしよし、ピンポン。カードキーでロックを外した。社長さんよ、俺を騙せると思うなよ。マスターボールは本当にできてるんだろう。あんなのはそう簡単にできんよ。あんたの正体を知った今となってはもう救いともくもないがね。なんだに、強いポケモンをたくさん作れってのも諦めてもらいたい。盗んだ研究資料でポケモン作るなんてシルフのやることじゃないよ。おい、約束が違うだろう。やらないって言うならお前の社員たちはどうなってもいいんだな。おう、リリーか、また会ったな。俺は今シルフの社長と仕事の話をしてるんだ。大人の世界に口を挟まないでもらいたい。どうしてもと言うなら痛い目にやってもらうぞ。いつ名前を教えたんですか、榊さんに。メルトモなんですか。ってことで、ヒガンバナの真骨頂を見せてもらえますか。見せられなかった。オタクがやりそうなことだ。メガトレイン。ヒガンバナは確かネオハルは覚えないよな。結構強いな。メガトレイン。ギガトレインか、サイホン。このままでいいでしょう。それこそヒガンバナのおやつですよ。メガトレイン、メガトレインだった。おお、触れなかった。39レベルか。ハグ、この俺が負けるなんて。くそ、しょうがない。シルフはひとまず諦めよう。しかし我がロケット団は不滅だ。リリー、すべてのポケモンはロケット団のために存在するのだ。そのことを忘れるなよ。では俺は退散しよう。もう少年よ、君のおかげで助かった。ブイブイ。
わはは、君ではなく君たちだな。ピンチを救ってくれた君たちのこのことをこの先私は決して忘れんとも。おお、そうだ、お礼を差し上げなくては。私は太っ腹であるからして、ほれ、こんなものではいかがかな。リリーは社長からマスターボールをもらった。マスターボールをハーフポケットにしまった。どこにも売ってない秘密の試作品マスターボール、投げれば必ずポケモンを捕まえられる。実は一つだけ完成していたのだよ。こっそりと使ってみてくれたまえ。この度は助けていただきありがとうございます。社長ともとも感謝の気持ちでいっぱいです。もっと感謝してまえよ。よし、行きましょう。ポケモンセンターに戻って、今回は終わりにしますか。まあこれは動画編集して決めますか。どうなるんだろうか。お、リリーやったな。榊に勝ったんだろ。アポロってやつを追いかけて外に出てみたら、山吹シティのロケットがどんどん逃げてったからな。リリーが強くてよかったよ。俺本当はちょっと怖かったんだ。悪い奴が一番強かったらどうなっちゃうのかなって。リリーと一緒にシルフを助けられてよかった。もうカラカラみたいな目には誰も合わないよな。よし、平和になったし、またポケモンジム巡りだな。リリーは山吹ジム行ったか。今ジムバッチいくつ。へえ、そっか。俺たちもしかしてポケモンリーグ行けちゃうかな。お互い頑張ろうぜと。よし、それじゃあね、ポケモンセンターに戻って一旦終わりましょう。ポケモンセンターどこだ。あったあった。あの社員も助かったんだ。よかったね。それでは動画は一旦ここで終わります。ここまで見ていただきありがとうございました。お相手はリリーでした。どうもこんにちは、こんばんは、霊夢です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうもマリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサの4人です。募集要項、定員は5人、全員を合わせて9人、マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人、それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけどやる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況、リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた、あげればキリないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。